さて追っ始めるか。え、自分の背中に鞭打ってる。神よ、お導きください。お前、ああ可愛いとこね。悪いが人質になってもらうぜ。貴様、製鉄騎士団団長のこの私にこんな真似をしてただで済むと。うるせえ、悪いがちょいと付き合ってもらうぜ。聞きてえこともあるんでな。奴らが来る前にさっさと散らかるぞ。アカツ、あの岩、あれで道を塞げないから。せめてセリフの一つでも決めてみろ。神よってよ。命令よ、お前、私を乗せて走りなさい、早く。ダメ。
思い出したよ、久しぶりに。最初の気持ちってやつを。ありがとうよ、最悪の気分だ。夜が明けるまで死に続けろ。目ぇひんむいてよーく見とけよ。神が地上にお示しになった奇跡ってやつだ。わからない、何も考えられない。ただ恐怖で満たされて、祈りの言葉すら浮かんでこない。俺にはもう奇跡は間に合ってる。ヘドが出るほどにな。逃げ惑い、震えて縮こまっていただけ。神の皆すら一言も唱えることができなかった。神の塔を名乗りながら何千何万回も繰り返し唱え続けてきた皆すら、私はただ矮小で惨めで無力だった。無力なだけ？無力なだけなら罪じゃない。ごまかすな、ごまかすな。綺麗な言葉で自分をごまかすな。お前の中にはあるよ、人には言えない暗い欲望が。いや、たとえ耳を塞いだとしても無駄だよ。これはお前の内なる声なのだから。あの時お前は感じていた。あの男の鋼のような体にムチ打ちながら、確かに感じていた。自分の中に湧き上がる陰鬱な肉欲を。そして微動だにしないあの男の体から血が滴るにつれ、満ちてくる快感の波を。いや、聞きたくない。それだけじゃない。お前は自制と称して自分を鞭打つ時にも、いつもその苦痛の中にすら快楽を見出していたよ。信仰を重ね、自分の心を偽り、浅ましい快楽に身を委ねているだけ。それがお前さ。お前の中には何もありはしないよ。あるのは欲望だけ。めちゃくちゃにしたい、めちゃくちゃにされたい。他人も自分も肉も心も、そんな暗い欲望だけ。この中に神なんていやしない。このうずきだけが真実だよ。委ねなさい。お前にとって確かなものはこれだけなのだから。お前は神には遠すぎる。あの人取り憑かれて。
ファルネーズ様。殺して。殺しなさい。あの男を、今すぐこの場で、私の名誉のために、殺しなさい。また泣かしてくれちゃいましたね、うちの団長。知らねえな。なるほど、うちの団員たちが手も足も出ないわけだ。貴様も猫かぶってやがったな。あれ、やられちゃいましたね。ということで、いずれまた。ふざけた野郎だ。なんかかわいそうだね、あのファルネーゼって人。なんかがんじがらめって感じだよ。バカ野郎、がんじがらめはこっちだっつーの。余計な厄介事が増えやがった。そういえば聞きそびれちゃったね、あいつらがガッツを捕まえようとしてるわけ。殺さなきゃ、殺さなきゃ、殺さなきゃ。口封じをしなきゃ。あいつに、あいつに生きていられたら、私。人々は眠りの中で同じそれを見た。それは疫病に滅びゆく村々であり、軍隊に蹂躙される国だった。それは親子のムクロであり、隣人のムクロだった。それぞれのそれはあらゆるものであったが、ただ一つの意であった。それぞれの夜、人々は同じ世界を覆い尽くす真の闇の中にいた。そして混沌の中、彼らは刮目した。無明の闇を切り裂き、血染められた大地に舞い降りる光り輝く一羽の鷹を。彼らは直感した。それは求めし者であると。お前が求めたものは言葉ではない、不死者よ。確かに我の求めしはただ一つ、強者、絶対の強者のみ。火の柱の立つ盲目の羊たちの集いし聖地に天落ちるとき、それは来たる。求めし者は来たる。
殺せ殺せ殺せ。魔女を焼き殺せ。まさか、キャスカの身に何か。